どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、窓、芝刈り窓のデッキご紹介していきたいなと思います。で、窓なんですけれども、芝刈り軸と芝刈りじゃない軸があって、で、今回は自分はね、芝刈り軸を、提供させていただこうかなと思います。芝刈りなんですけれども、コンクロと、あとエンディミオンを、まあ、上級だったら軸にした型があるのかなと。あとラモール、あのあたりが、まあ、候補としてあるのかなと思います。で、今回は、まあ、メインでコンクロの方の紹介をしていきつつ、まあ、エンディミオンとかの効果も軽く説明したいなというふうに思ってます。コンクロに関しては、こいつはまず墓地から魔法を回収できるんですよね、エンドフェーズに。それが強いと。プラス除外できる、相手を戦闘破壊じゃなくて戦闘除外になるので、だから墓地活用をさせる、まあ人参バラ、あのあたりを無効化できるっていうところが強いと。で、さらにステータスがレギュラル100高い2800なので、そこもいいところかなというふうに思ってます。で、エンディミオンに関しては手札から魔導書を捨てることができます。しかもそれプラス破壊なので、ターン1でね、あの好きなカードを1枚破壊できるっていう効果自体が普通に強いと。で、うまくいけば2体展開できるんですよ。どういうことかっていうと、ちょっとまあ前後しちゃうんですけど、こいつね、ラモール、こいつが要は5種類以上墓地に魔導書があれば、デッキから魔法使い族闇属性レベル5以上のモンスターを特殊召喚するっていう効果があって、まあそれでエンディミオンを取ってこれると。まあもちろんこれコンクロのところに入れてもいいんですが、エンディミオン軸のところに自分は入れてますね、今は。で、今回に関してはコンクロの方を、メインで説明していきます。で、ちょっと長いんですけど、知ってる人っていうのは全然飛ばしてもらって大丈夫です。で、まず窓をね、弱点に関しては横に展開されてゲーテ、これがターン1で除外なんですけど、こいつが追いつかないっていうパターンが、まあ負け筋、メインの負け筋かなっていうふうに個人的には思います。なので、まあもし窓とね対峙することがあれば、自分は組めないけど窓を相手にどうやって勝てばいいんだよっていうことがね気になるようであれば、まあできる限り横に展開していくことがいいと思います。で、窓に関してはまずこのバーテル、こいつと、グリモ、この2つがまあ基本何でもサーチできるっていうサーチ役です。この2体が、メインでぐる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 回っていく。プラスそこに芝刈りを使って魔導書を墓地に送っていくと。墓地にある魔導書の数、種類で効果を発揮するっていうのが、まあメインのギミックとしてこの窓は持っているので、そういう意味で芝刈りは非常に相性がいいと。まあこの窓のテーマにおいて、やっぱり一番のパワーカードっていうのはこの R の速攻魔法、ゲーテの魔導書だと思います。これはまあ墓地の魔導書を除外した数によって決まるんだけど、3枚だった場合、相手フィールド上のカード1枚を除外するんですよ。これ対象取ってないんですよね。だからもちろんヘイズとかにも効くし、まあ基本何でもいけるという風な感じなのがこの、ゲーテの魔導書です。こいつがターン1なんよね。だからこのターン1だから、ターンで2回使わないとこれやばい盤面みたいな状況を作ることができればすごいいいんじゃないかなと思います。だから窓に関しては先行の方が自分は握りたいですね。で、次なんですけれども、まあその他このゲーテをどういう風に打っていくかっていうのは、まあ普通にグリモでサーチもあるんですが、まあ3枚貯めないといけない。じゃあそこでメインになってくるのはセフェル。例えばグリモでセフェルをサーチしておきます。で、セフェルに関しては一旦に1回しか使えないカードなんですけど、これは、墓地の魔導書のカードの効果をコピーするっていうね墓地に例えばグリモがあれば、グリモの効果を使って好きなものをサーチできるっていう風なカードとなります、セフェルは。ただ、このセフェルに関しては手札に別の魔導書がないと使えないんですよ。ちょっと使うためには条件付きっていうカードになります。だから手札がカツカツでセフェルしかないみたいな時は使えないので、このセフェルを使う順番っていうのは非常に注意しなければいけません。で、もう一つですね、ネクロの魔導書。まあ芝刈りなのでガンガン落とすじゃないですか。で、まあもちろんモンスターも紛れてるわけで、そのモンスターをどういう風にして蘇生させるかっていうと、このネクロの魔導書。
これは墓地の魔法使い族2体いなければいけないんですが、1体を除外してもう1体を特殊召喚、攻撃表示ね、していくっていうカードになります。だこのネクロの魔導書を使って、好きな魔法使い族を墓地から蘇生。ただ、セフェルと同様にこのネクロも手札に魔導書がないといけないので、使えない盤面っていうのもあります。で、自分あと入れてるのはヒュグロの魔導書、これは1枚だけです。まずこいつがあったところであんまりそのぐるぐる回る要因にはならない。確かにこいつの効果っていうのは1000ポイント攻撃力アップするんですよ。でプラスそのモンスターが破壊すれば、魔導書をサーチできるっていう効果があります。だから魔導書サーチできるけど、まあ通んないこともあるし普通にだじゃあなんでこれを入れてんのかっていうと、できる限り墓地の魔導書の種類を増やしたかったから。あとで説明しようと思ったんですが、このマットっていうのが5種類以上の魔導のカードがあれば、特殊召喚コンクロをすることができるんですよ、こいつをリリースしてっていう風なカードなんで、種類増やしたかったっていうのと、まあ1ターン目からこいつがあればね、まあ使っていただければわかるんですが、ゲーテが打てるようになるとっていう風なことでヒュグロを1枚だけ入れてます。ダブついたら困るしサーチができるので1枚でいいかなと思って1枚の採用です。まあちょっとクレッセント迷ったんですけどね。あとデッキの中の魔導書って言うても限りがあるじゃないですか。魔導のテーマをうまく回していく、要は玉切れにならないためにはどん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 、回収していかなければ墓地とか除外ゾーンとかのカード回収していかなければならないんですよ。そこが、まあ、魔導を回すコツかなって勝手に思ってます。でゲーテの魔導書っていうのは墓地から3枚除外して相手のカード1枚除外なんで、要は3枚の魔導書が除外ゾーンに行くじゃないですか。でその除外ゾーンの回収をうまくできればすごーくぐる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 回るんですよね。でそれで回収するために必要なのがこのアルマの魔導書。これはターン1なんですけれども、墓地の魔導書カードをハンドに加えることができるっていう風なカードです。でこれで、ゲーテで除外した例えばグリモとかを、回収してまたグリモでくる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 回していくみたいな展開を作ることができれば非常に強い盤面が維持できます。じゃああと墓地にある、ゲーテを回収するのはどうすればいいのかっていうと、アブソーバーですね。こいつの効果を使えば墓地にある、ゲーテの魔導書をセットすることができます、魔法トラップゾーンに。ただカウンターが3つ乗ってないとこの効果使えないんですが、まあ見ていただければわかるんですけど、カウンターめっちゃすぐ溜まるんで、まあ大体使えます、次のターンには。だからアブソーバーで、ゲーテを回収で除外ゾーンのカードはアルマで回収ってすると、デッキからサーチしなくてもくる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 、墓地と除外ゾーンで回すこともある程度はできます。で混沌を出す手段はさっき言ったネクロの魔導書で出すか、めっちゃ可愛いよねこれが、マットで出すっていう流れになります。じゃあ、ちょっとね動画を見ていただきたいなと思います。はい、ではやっていきます。これは確か VS アマゾネスですね。でアマゾネスに対してあんま相性良くないと思うよ、向こうは展開横にできるデッキだし。ただまあその相性が悪いデッキに対してどういう風に立ち回るかっていうのですね。まずこれ芝刈りで、カードを大量に落としました。で落とした時に注目すべきなのはモンスターカード何が落ちたかっていうのと、あと魔導書の数ですね。まずグリモが 1,2、2つ落ちてますね。でネクロが 1,2 2個ですね。でアルマが2個のセフェルが1個で合計魔導書が 1,2,3,4,5,6,7 枚落ちてるんで、ゲーテはもうこれ2発は打てることが確定してます。で4種類今落ちてるんですよ。でこれなんで4種類を強調するかっていうと、このマットに関してなんですが、このマットは5種類以上の魔導書が墓地にあれば、コンクロ、まあエンディミオンとかそういうのでも可能ですをサーチしてくることができます、デッキからね。だからやりました。でこのマット自体がごめんなさいね、モンスター効果でデッキから1枚魔導のカード、魔導書のカード墓地に送れるんですよ。でそれを、今さっきの4種類の中に含まれてなかったゲーテの魔導書を送ります。でそうすることでこの効果を、使ったターンのエンドフェーズ時にコンクロを取ってくれます。でコンクロを取ってきたら、コンクロは特殊召喚されたターン、まあ召喚もそうなんだけど、エンドフェーズ時に墓地の魔法カードを回収できます。これ何でもよくて、
で、そのタイミングで回収するのはグリモの魔導書というわけです。これでくるくる回す準備が整いました。で、っていうのがハンドに、まあ、ネクロの魔導書があったんですけど、これ手札に魔導書がなければ打てないカードでしたよね。だからそれでグリモの魔導書があることによって、ネクロの魔導書も打てるようになると。で、アマゾネスなんですが、これがアマゾネスの吸収伏せられちゃいました。やっぱこのプリンセスが出てきたことによってかなり展開力が上がって強いデッキになったんじゃないかなと思います。で、まずここはアブソーバー立てます。なぜなら魔力カウンターを乗っけたかったからですね。で、セフェルを取ってきます。で、セフェルを打ちます。で、ネクロを見せてグリモの効果をパクります。で、アルマを取ってきます。このアルマを取ってくる、このアルマの使い方がうまくなればなるほど魔導っていうのはくるくる回ると思います。で、こいつを出します。で、こいつの効果を使って墓地肥やしをします。で、さらにゲーテを打ちます。で、1,2,3 とね、墓地から除外ゾーンに行きます。で、ちょっと早かったですね。で、この3枚ゲーテに関しては今3枚除外したんで、相手フィールド上のカード1枚をゲームから、選んで除外するなんですよ。で、この選んでっていうのがすごく良くて、相手にゲーテの魔導書打ちますけどどうしますかって聞くんですね。で、相手は何もありませんって言ったら、じゃあこのカード除外してくださいって言って、そのままチェーン組まずに、そのカード除外ポンってできるんですよ。これ強くないですか？だからここで例えばマスクチェンジとか相手はしてきたとします。で、暗記になったとします。じゃあ自分ゲーテ打ちました、何かありますかって聞いて、マスクチェンジ使います、暗記になります、はい、じゃあ暗記を除外してくださいになるんですよね。はい、強いみたいなっていうカードです。アブソーバーカウンターが溜まったんで、墓地にさっき使ったゲーテの魔導書をセットします。こうすることでまず墓地の回収ですね。そうすることで玉切れを起こさないと。で、次アルマを使って、次は除外ゾーンのゲーテを回収してきます。これ強いよみたいなねで、殴ると。で、殴って、で、これ、アマゾネスの秘宝がついてるから、1回では死なないんで、2回殴って倒すと。で、これ破壊と。で、マットに関しては今、墓地に5種類以上の魔導書があります。だから、コンクロになれると。で、これ2体目のコンクロですね。はい、強いみたいな。で、墓地の魔導カードを回収。で、これで回収するのは、要はさっきも言ったように、デッキからサーチするっていうのはもう誰でもできるんですよ。じゃなくて除外ゾーンと墓地をどんだけうまく活用するかっていうのが大切だから、アロマじゃないアルマを回収して次に、除外ゾーンの窓を回収していきます。で、ここ殴ってくると。まあでもここ殴られても別にいいよね、キキ。で、こうすると除外で、これは戦闘破壊じゃなくて除外ゾーンに行くんで、これがもし強化蘇生とかだったとしても意味がないですね。で、ゲーテ今ここで打ちます。エンドフェーズに打ちます。なぜならターン1しか無理なんですよ、ゲーテっていうのは。だから次のターンに2枚打つっていうのはできないんですよね。さらに今エンドフェーズ時で伏せたばかりのカード使えないんでやります。で、ここなんですけど3枚使って除外してもいいです。ただ墓地を無駄に使いたくないっていう場合はこれ1枚とか2枚も選びます。例えばこれ1枚だったらセットされた魔法トラップカード1枚を選んで手札に戻すっていう効果になります。だからここはあえて1枚を選びで戻します。で、これでカウンター3つ溜まりましたよね。だからまたアブソーバーの効果を使って、ゲーテをセット、ゲーテ2段構えですねでさらにアルマを使って墓地回収で、グリモで、例えば何かサーチしてとか、そういう風なことがくる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 できます。はい、ではね、次はコンクロ軸じゃないんですけどエンディミオン軸で、まあ、どういう風な動きをするのかっていうのを見ていただきたいと思います。ただあんまりちゃんとしたいい動きができてないんですよね。っていうのがエンディミオンまでが出てないんですけど、まあ大体動き方っていうのはこういう風な感じになるよっていうのを見ていただこうかなと思います。まずアブソーバー出します。カウンター貯めたいんで芝刈りとアブソーバーがあるときはアブソーバー出してから芝刈りします。で、セフェルを使ってグリモの効果で、ゲーテを取っていきます。で、ゲーテを打ちます。 1,2,3 枚除外してこいつを除外する。で、効果使って、ゲーテを再度セットするっていうで、アルマを使って、グリモを回収と。こういう風にくる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 回すことができます。だからやっぱりこのアルマとアブソーバーとあと芝刈りっていうのが揃えばかなり強い展開ができるんじゃないかなというふうに思います。
大体ここで、出てくるんですが、まあ、風魔が一応怖かったんで、まあ、風魔多分ないと思うけどね。このタイミングで撃つと。じゃあ、カウンターもう溜まってるんで、ゲーテをセットすると。で、さらにまたグリモを撃つと。で、グリモ撃って、ちょっと墓地を肥やして、5種類以上貯めてからラモール出したかったんで、ここはバテルで行きます。で、ただ、まあ、ここもまたアルマと。で、セフェルを取ってくると。で、セフェルは、こうすると。一旦で、うん、ある程度もう、一回除外ゾーンにある状態からだったら、まあ目的、てか目指すべきは、グリモプラス、セフェルプラス、アルマ。この三つが使えるようになれば、今これ三つ使ったよねって。じゃあ、ゲーテ打つ余裕あるよねっていう風になるんですよね。というわけで、そういうところが、大切になってきます。ここでモンスターが出てくるんですが、まあここでもまたゲーテを使って除外。で、またカウンター溜まったよねっていう。で、カウンター溜まったら何があるかっていうと、ゲーテをセットすると。で、さらにセフェルで、グリモの効果を使ってアルマをサーチします。で、アルマを撃つと。で、アルマで、戻してくる。で、グリモ撃ったよね、確か。モンスターゲートを使って出てくる。で、ここでエンディミオンとかが出てくれば、すごい強いなと思ったんですけど、まあ、残念ながらアブソーバだった。で、ここでアドマン召喚すると。で、こいつは、このね、ラモールも普通に採用範囲だと思うんですよ。こいつは、墓地にある魔導書の数だけ、特殊召喚、もしくは召喚した時に効果発揮するんですけど、まず3種類以上だったら600アップ。で、4種類以上だったら600アッププラス魔導書をデッキから1枚サーチ。で、5種類以上だったら、さっきの2つの効果プラス闇属性レベル5以上の特殊モンスター魔法使い族ねを特殊召喚だから、まあコンクロでもエンディミオンでもいいから横に並べることができるという風なカード。しかも生贄は1体でいいっていうカードですね。まあ、こういうカードがあるので、まあ、今回はね、ちょっとヒュグロがなかったから、エンディミオン横に並べることができなかったんだけど、多分もうちょいうまくできたと思うよね。ま、今回はこういう風な感じになりました。ただもう一体、墓地に魔導書があれば、まあもう一種類魔導書があれば、横にエンディミオン並んでて、さらに強い展開になってました。まあここ別にエンディミオンじゃなくてコンクロでもいいんだけどね、一つアイディアとして、持っていただければいいなと思って紹介させていただきました。では、今回の動画以上になります。まあ、魔導書なんですけど、まあ、楽しい動画を目指そうかなと思ったんですが、ちょっと解説気味のね動画の方が、まあ、魔導に関してはいいかなと思って、解説メインでやってみました。参考になれば幸いです。それではよろしければチャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。